ってろ。薬、病院。九太郎さん、助けて。大丈夫ですか？あのね、私、お姉ちゃんがすごく好きだった。やだな。もう5年だよ。いいじゃない。それが怖くて、変わりたくないんだ。昔からお姉ちゃんは応援してくれてたけどね。やっと報告してきた。すげえよ、それ。あ！やっと雨が止んだ。言うこと全然聞かねえしよ。和樹なら、その子のこともきっと幸せにできるよ。しゃあない。もうちょい頑張ってみるか。帰ってきてやったぞ。おいしい？どう？お前らに今度フレンチトーストが何たるか叩き込んでやる！な、